ようこそ、けどもそうじゃないそうです。ということで今回はですね、山下美月卒業コンサート二次選考当落結果発表 in 東京ドーム。お前なんで東京ドームいるんと、ね、なんで東京ドームいるんっていうね。あと風が強くて髪がやばいんでね、早く終わりたいと思うんですけど、なんで東京ドーム今ここ見えてると思うんですけど、ね、東京ドームにいるかというと、今日ちょうどね、あの5期生版セラミューの初日公演があって、で僕ねその初日公演12日、今日チケットをね持ってたんで、でその5期生版セレミューのね会場が IMM シアターっていうことで、この東京ドームとめちゃめちゃ近いという東京ドームシティ内のね会場なんで、じゃあね今日ちょうどね水木の卒コンの二次選考の当落日だし、もう東京ドームでね当落確認しちゃおうかっていう感じで、今ね5期生版セレミュー終わりにね撮ってるんですけども、まあ、今日ね4月12日山下美月卒業コンサート二次選考の当落日ということで、まあ、ここ東京ドームでね当落確認したら、まあ、会場であるね東京ドームで確認したら当たるんちゃうかと、当選するんちゃうかということで、実はもうね当落見てるんですけど、そう、まあ、でもここで見たから、今見たから、さっき動画撮る前に見て、まあ、今ねスマホ1台なんで、その動画内で当落見ることができないんで、まあ、一回動画撮る前に確認して、まあ、事後報告みたいな事後報告みたいなね感じなんですけど、僕がね、今回応募したのは、まあ、僕は一次選考でありがたいことに初日はね1日目は当選してるんで、2日目を4つの選考からね全部応募したんで、全部で4つですね、の当落結果見てきたんですけども、結果なんと、全落ちでした。かな